はい、松田でございます、九州を飛び出して、ね、四国に遊びに来たんですが、野口さん雨ですよ。ようこそお越しくださいましたですが、わざわざ、はい、こんな雨の寒い時にですね、はい、今日は先に何釣りに行こうかなったんですか。いや、あのね、四国のチヌをね、釣りたいなと思ってきたんですけど、チヌですか。11月の末でございます。もうあの11月の末ぐらいから1月ぐらいまではチヌはあんまり釣らないですけどね。でもね、あ、なんか四国はね、やっぱりいろんな魚が釣れるから、はい、いろんな魚にねチャレンジしたいんですよ。あ、そうですね。まあ本当にね、漁園も豊かで、まあやっぱり言ってもこうグレもチヌもね、まあ年間釣れるのは釣れるので、うん、はい、まあ本当に、はい、ここのは須崎に来たんですね。須崎ね、はい、でここの今日磯じゃないんですよ。イカダですね。イカダですね、はいはい、港が、あ、船出てすぐそこだ。そこです。あ、ですよね。3分ですね。3分です、ね、はい、はい、あのとりあえず釣れる魚、あの釣り場なんですね。あ、そうです、そうです、うん、やっぱりチヌで行くと、うん、まあ磯より今はこのね、イカダがまあ硬いのかなと思って、うん、まあここに上がっていただきました。野口さん、はい、ね、私ね、野口さんとね、はい、1回ね、はい、一緒に釣りしたかったんですよ。あ、ありがとうございます。もう光栄です。です、まあWFG チヌのね、今ディフェンディングチャンピオンということもあるし、あと WFG グレーの方ね、はい、グレーの方準優勝、ね、されたしね、あのその競技はね、あの素晴らしいものがあると。あと昔はちょっとね、あの前さかのぼりますけど JFT もね取られてますよ、ね、はい、優勝歴いっぱいですよ。どうしますか、もう、こういう方がいっぱい釣り系のねモニターさんの中にいらっしゃいます。そういう方とね、あの釣りしていけるの本当ね、松田も幸せでございますけどね、この方と高知でチヌ釣りということでやってみたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。結構流れますね。いや、そうなんですよ。最初上だけだったんですけど、今そこももうガンガン行きます。須崎らしからぬ潮の流れが発生しております。イカダっぽくないですね。そうですよね。さっきより随分磯っぽい、流れといいますか、なんというか。けど、まさに餌取られますよね。とりあえず取れます。まあこの流れで魚が全く何も反応しないわけではないということですね、うん、おお、チヌだ。チヌじゃないですか。チヌです。チヌです。先越された。やった。先だけ来た。来た。おりますね、いますね、まあ本当に手のひらというやつですけども、いやいやいや、この状況下でこれですよ。なかなかですね、おるということですね、はい、はい、すごい、いい感じ。サイズアップしていきましょうよ、行きましょう、行きましょう、はい、魚はいることが分かりますですね、はい、頑張りましょう、頑張りましょう。なんか一気に緩んできましたね。何かやってますね。何ですか。おお、マダイじゃないですか。あ、外れた。あ、嘘や。
いやでもいますよ。いますね。いるいる。さん、今はどうやって来た？今のはもう置き網ですね。置き網で沈めて、もうベターっと待ってたんですよ。でちょっとこう引いた時に逆にこう持っていったんですよ。でニューンといったね。うんって立てました。そしたら干しただだったんですけども、はい、外れちゃいました。いますよ。じゃあれなの、今もベターンと入ってます。そうです、ベターンと入ってます。もう今シーンも止まってますんで、綺麗にそこにこう入ってで止まって、まあ差し絵がついてればいいなと思ってて、まあ、松台さんの方を見てどうかなって決まったら当たりました。浮き輪は何ですか？今大聖国の沈めですね。沈めです、はい。じゃあもうそこに着くまで、はい、待ってます、はい。結構深い、結構深いと思いますね。だいぶつかないんで、まあ10メートル以上あるんじゃないかな。まあちょっとこんなにつかないかな。まあまあでもそれぐらい近いものあると思います、ね、はい。あのここですね、結局陸に向かって釣ってるわけですよ。だから普通ほら陸から釣るじゃないですか、釣りってね。で普通駆け上がりとか言ってこうだんだん沖に行くほど深くなっていくんです。ここ逆なんですね。イカダが釣るから沖に向かっていくほど浅く釣っていくんですよね。ちょっとそういう違いがありますね。引っ張ってくれば来るほど深くなるっていうね。うまいこと野口さんはそれを利用して釣られてます。餌はどんな感じでつけてますか？餌は、うん、まあ練りはもうちょっとこうなんていうんですかね、混ぜながらみたいな、うん、あのブレンドして。最終形状、最終形状を平たくしたり丸くしたりですね。あ、なるほど、はい。これちょっと大きめをちょっとつけてみたんですけど、なるほどなるほど、はい。いろいろちょっとサイズとかも変えながらやってますね、はい、うん、なるほど、はい。まあ、はい、どうでしょうね、うん、まあ中は赤で若干硬くしてるような仕様です。お、はい、工夫があります、はい、はい。やみましたね。そうですね、雨はやみましたね。風もないし釣りやすい釣りやすいです一気に謎の流れだけをちょっと翻弄されますけどね。これすごいですね。すごいですね。握ったり左行ったり、こんだけ毎頭違いますよね さっきあれですよね、やっぱ潮が緩んでた時に、はい、そうですね、当たりましたね。食いましたもんね。ちゃうかなこれは。今のはしんまそうなんで、うん、大きいのは潮が緩んだ時がええような気がしますよね、うん。野口さん、こういう時は基本、はい、巻き絵はその流していく感じじゃなくて、はい、もう重たいですし、はい、まあ、あんまりこう潮に翻弄されずに同じところに入れ続けてポイント作る方がいい、ね、はい、の方がいいと思います。結局この塩に合わせて流していってもね、溜まるところっていうのはできないでしょうし、うん、それだったらもうピンポイントの同じところに入れ続けて、うん、魚の興味をそこに寄せるっていうのがいいかなと思いますね、うん、なるほど。ちょっと周辺のやつらはやっぱこうその辺の煙幕に関心があって、うんうん、なんかの拍子に濃いところに飛び込んでくるんですかね、うんうん。そんなに大きくないけど、大きな黒鯛ですよ。おお、
おお、嬉しいな。元気がいい。ありがとうございます。さあ。おっ、やったー。チヌ。ありがとうございます。ありがとうございます。おいでサイズ。おいで成功。やった。私も大成功。5B で釣りました。おお。半誘導で。なるほど。スンと一気に落として。落としました。野口さんがね、あれなんで、沈めでやってるんで、私、はい、半誘導でね、うん、まあ、なるべく深く入れて、そこから沈めてみようと思って、はい、5B に 5B のガンダムを打って、ハリスに G2 を打って。あ、なるほど。ですです。で、2本半ぐらい取って、例えば浮き止めまで行きました、そこから沈みました、あとはもうちょっと流し気味でやったら、うん、来ましたよ。確実にそこを素早く取って、うん、そこから、まあ、入れ込んでいくというか。そうですね。底潮にも乗せていくっていう感じです。そうです、そうです。とりあえず仕掛けが入らんことにはこの流れでしょう。そうですね、コロコロ変わりますからね。で、はい、で私野口さんみたいにあんまり沈めながらもう何ていうんですかね、こう綺麗に張りながら流しが下手なんで、なので深めにもう、まあ、とにかくまず確実に入れてから、入れ込んで重りで落としてそこから沈めていくみたいな感じにしてるんで、でも出てきましたね。うん、いますね。いますね。ね、やっぱり厳しいシーズンでも死ぬはいますね。さすがコーチですね。さすがコーチ、はい、さすが佐々木。野口さんのコーチもいただく。野口さん、野口さん、はい。まあ釣りにくいと言いつつも、はい、まあなんとか今のところは納得ですから。そうですね、うん、で、ほら野口さん大成功沈めてるじゃないですか、はい、で沈めてる時ってどんな風にしてこう、はい、なんていうんですか、構えというか当たり待ってるような、はい、姿勢というか、どこを見てどんな感じにしてるのか。ああ、なるほどですね、うん、今日とかは、うん、まあやっぱり風もないので、うん、ちょっとこう立て気味にと言いますか、うん、ああ、小竹を立ててますってことですね。立て気味にして、はいはい、まあ極力まあやっぱり糸はこう上潮に取られたりするので、それを取られないようにこうちょっとメンディングしながらとか、うん、まあ立て気味でちょっとは、まあ、張らず緩めずっていうんですかね、うん、ここが の字に、わかりました。こうのの字になって道糸がね、穂先、空中の穂先から道糸までがのの字になってる。まあまあ大体ですけど4メーターぐらいかな。そうですね。 でそれがまあ伸びたらちょっと送り込んだり、うん、まあこう普通の時はちょっとこう逆に張ってみたりとか、うん、ですあれですよ、なんこうアクションを餌にかけるっていうのは何ていうか、やっぱりいいんですか、どうなんですか。チヌ釣りの中っていう中ではもうアクションは必須かなと思いますね。餌は動かした時がいい時、動かした方がいいというのが野口さんの意見ですか。ことがやっぱ多いですね。まあ、ちょっとこうイレギュラーな例としては、まあ、餌取りが多い、特にフグが多いとかなってくると、うん、こう誘いすぎるともうすぐにこう、フグは私もしてるんですけど、フグは変な動きする餌にすごい一気にドーンって突進してきますから、ですけど、まあ、通常の状況ぐらいであれば、うん、やっぱり誘いを頻繁にかけるぐらいの方が、うん、チヌはこうリアクションバイトといいますか、そういうのもやってくる魚だと思って、うん、まあ評価は上がりやすいのかなと思いますね、うん、いわゆる誘いですよ。もう簡単に言えばですよ、こうスーッと引いてあげて、まあ、スーッと引いたら当然餌はふわっと上がるんですよね、はい、で戻したらふわっと落ちるんですよね。まあちょっとだから違った動きを付け合いに与えてあげるってことですね、マーキーと。そうですね、やっぱチヌとかで結構なんかこうね、トラブルが起こってこんなにやってたりですよね、うん、あとこう電話してる時とかによく当たったりするので、うん、やっぱそういうこう引っ張るというのが有効なんだろうなと思います。これが自然にできるようになったら、うん、すごく釣れるんだろうなと思うんですけど、あまあまあそこはね、やっぱりいろんな釣りをしながらこう学んでいくところなんでしょうね。もう横から見てるとなんかこう手がこう動いてたりするんですよ。こう何してるんだろうなと思ってですね、すごい気になったわけです。やっぱりそういう工夫されてるっていうことですね、うん、ちょっと真似してみます。ありがとうございます、はい。